はい、どうもヒョードルです。デジモンサバイブ実況プレイ続きをやっていきたいと思います。自由時間アグモンがねお肉を探してくれてましたっていうところで、残り2回ですね。シュウジさんいましたね。なんかさっきまでいなかったのかな。なんかあまり目に入んなかったですけど、あーなんか相変わらずきつそうな顔してるな。僕のせいだ。僕さえしっかりしていたら。シュウジさん、うわ、あ、タクマン、すまない、つい独り言が。いえ、僕の方こそ驚かせてしまってすみません。大丈夫ですか？シュウジ、ずっと辛そうにしてて僕心配だよ。うるさいな。お前なんかに何がわかるんだよ。そういうとこやぞ。こんなわけのわからない場所に迷い込んで、あげく、目の前で人が死んだんだぞ。ごめん、僕。こんなことにならないようにって、教授は僕にみんなのことを託して言ったのに。僕がちゃんとしてなかったから寮を。こんなことじゃ、教授にも面目が立たないよ。なんかやっぱな、ちょっとずれてんだよな。気持ちはわかります、シュウジさん。でも、あまり自分を責めないでください。教授のことも、寮のことも、シュウジさんのせいじゃないんですから。そうはいかない。年長者で、リーダーであるはずの僕が。僕が、責任を持ってみんなを守らなきゃいけなかったのに。責任感はあるんだよな。なんか生きづらそうなんだよな、シュウジさん。僕は寮の親御さんに何と言ってお詫びすればいいんだ。本当に責任を感じてるんだ。でもシュウジさんが一人で責任を負うなんておかしいよな。そもそも、シュウジさんのせいなんかじゃないのに。そうなんだよね。戻ってから考えましょう。謝る必要はないです。僕も一緒に謝ります。難しいんだよな。シュウジさん、あんまりなんか同じ目線に立たれるのが多分嫌なんだよな。謝る必要はないです。もうちょっと上から感あるんだよな。これ悩むな。僕も一緒に謝ります。いやだ、違うもん。タクマも習字的には自分が守らなきゃいけない対象だから、一緒に謝ってほしいとかじゃないんだよね。いやいや違いますみたいな一線引きたくなるでしょ。戻ってから考えましょうかな。正直今はそんなこと考えてもしょうがない気がします。どうすればいいのかは元の世界に戻ってから考えることにしましょう。しかし、それでは問題を先送りにしているに過ぎないじゃないか。そうかもしれないですけど、今は目の前のことで頭がいっぱいで、タクマの言う通りにしよう。何の責任もないお前が勝手なことを言うな。とにかく、すまないが、もうしばらく一人にしてくれないか。でも、今は一人で考えたいんだ。わかりました。シュウジさん、相当参っているな。なまじ責任感があるせいで、余計に辛いんだろう。今は、そっとしておくのが一番かな。いやー、シュウジさん。いやー、大変だろうなー。責任感、そうねー。割とうつ病になるタイプな感じがするんだよな。お。
ん？これは？お、いやー、この辺はメロンが特産品。お、ここもか。お、不思議だけ。大丈夫ですか、そのキノコ。あれか。まあ、前に、ファルコモンが人間には毒だと聞くって言ってたやつと同じかな。ああねー、シュウジさんねー。いや、難しいよな。責任感があると言えばそうなんだが。いや、しかしよ。責任感があると言えばそうなんだけど、前に出れるキャラじゃないんだよな。自分がやらなきゃっていう気持ちが先行しすぎてるんだよな。あと1回なんだよね。ちょっとロップモンも気になりつつ、ラブラモンもどうなんだろうなって思って、葵さんも結構来てるしね。しとこっかな。ラブラモン、一人で何してるんだ？葵と離れてるの珍しいな。私たちだって一人で行動したくなる時もあるの。うん、わかるよ。でも僕はタクマと一緒がいいな。アグモンだって時々どこかに行っちゃうじゃないか。そりゃ僕だっていろいろあるからね。ないけど。癒し。アグモンは癒し。ところで、葵を探してるの？それとも私に用だった？実は今、みんなを集めてるところなんだ。カイトが食堂に誰も来ないって怒っててさ。お昼までに誰も集まらないなら、一人ででもミウを探しに行くって、焦ってるみたいで。そう、わかったわ。お昼までには、食堂に戻るわね。また後でな。そろそろみんな食堂に集まった頃かな。僕も食堂に戻ってみることにしよう。よかった、全員集まってくれてたんだな。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視するわけにもいかないじゃん。ミノルくん、ちょっと元気になったかな。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。いいのよ、ミノルくんはこれでいいの。それは言わない約束だろ。ミノル、さっきまではかなり落ち込んでたけど、少しは元気になってくれたんだな。それに他のみんなも。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もう大丈夫だから。バッチ復活したんだよね。そうか、よかった。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとな。うん、うん。それで本題のミユちゃんの救出の件だが。それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのにすまね。うわー、マジかよ、あのカイトがすまねえだって。ミノルくんは気づいてないかもしれないけどね、カイトくんは君よりだいぶまともなんだぞ。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメでしょ。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな、俺はね、わざと空気を明るくしようとしてるの。そうね、でもいいやつなんだけどな。もうちょっとこう、誰かを落とさずに明るくする感じをこう作っていけるといいね。頑張れミノル。そうだよな、ただでさえ本当はみんな不安なんだもんな。まあミノルの場合はたまに度が過ぎるのがあれだけど、そう
あのね、ダメなのよ。誰かを出しにしちゃダメなのよ、ミノルくん。でも自分を出しにする感じくらいじゃないとね、ダメなのよ、やっぱり。ね、おじさんのお説教です。私たちに申し訳ないと思うことはないわ。そうよ、私たちみんなミオを助けに行くつもりだったもの。むしろ謝るのは私たちの方かも。一刻も早く助けに行きたかったはずなのに、集まるのが遅くなってごめんなさい。いや、昨日のこともあったからな。仕方ねえって分かってるから。そういうわけだからみんな手を貸してくれ。ああ、もちろんだ。ちょっと待ってくれ。来ると思った。この状況で言うのは申し訳ないが、本当に行くつもりなのか。シュウジ、今のどういう意味だよ。そのままの意味だ。ミユ一人の命とここにいる全員の命、化け物の敵に正体不明の霧、その危険性は昨日十分に味わったはずだろう。リョウと同じように、もしかしたら彼女ももう。なんてこと言うの、シュウジさん。あ、僕は客観的な意見を言っただけで。ミユは助からねえってのが客観的な意見だって言うのかよ、てめえ。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い。本当か？怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認められねえ。そりゃそうよな。僕はここにいるみんなの命に責任があるんだ。しょいすぎなんだよな。リーダーとして慎重な判断を下す必要があるんだ。何がリーダーとしてだ。なも、ただ臆病風吹かせてるだけじゃねえか。おいカイト、やめてやれ。僕は臆病なんかじゃない。君のような無鉄砲な人間には分からないかもしれないが、年上には年上としての責任があるんだ。シュージも、やめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。そういうとこなのよ、シュージさん。シュージさん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。いいこと言うね。それはそいつみてえな軟弱な野郎に俺の気持ちが。あ、カイト君、抑えてくれ。兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。ああ、もうこれじゃいつまでたっても話が進まないじゃない。僕やだよ、みんなが喧嘩するの。そんなの僕だって同じだよ。早く止めるべきって分かってるけど、どうすればいいんだ。カイトの味方をするか、シュージさんの意見を尊重するか。マジ？それとも他人の他の人の力を借りるか。これ選択肢来ちゃう？いやー、ちょっとここでカイト、シュージどっちの味方はきつくねえか。いやー、まあけどねー、他の人の力も結局ね、これね、多数決でシュージさんをボコる結果にしかなんないと思うんだよね。きちい。まあそういう意味ではタクマ個人として、そろそろね、あのシュージさんがリーダーとしてって言ったところに、いや、そもそもリーダー的に動いてんのタクマじゃんみたいなツッコミが誰かから入るんじゃないかってヒヤヒヤしております。そうなった時がもうね、シュージさんの息の根が止まる時だから、怖え。いいかねね、ミノルとかマジいいかねね。中学生、シュージさんとかもなんだ、高校生ぐらいだもんな、多分な。無理よ。そ
そりゃこじれるわ。大人でもな、ウォーキングデッド見てたらこじれるもんな、こんな極限状態。そうだな。いやこれマジ悩む、マジ悩む、悩む悩む悩む。いやけどここはやっぱミウは助けに行こう。ちゃんと、シュウジさん、ここはやっぱりカイトに手を貸すべきじゃないですか。君はここにいる全員が再び危険な目に遭ってもいいというのか。そうじゃないですけど、このまま放っておくわけには。それにもし僕たちが行かない選択をしても、カイトは一人で行っちゃいますよ。そもそも俺一人で行くつもりだったからな。別に今からだって一人で行ったっていいんだ。俺は一人ではなしだぜ。何度も言うが、その時は俺も一緒だからな。シュウジさん、カイトとドラクモンだけ行かせるんですか。そんなのダメだよ、シュウジ。もういい、手を貸してくれって言ったが、揉めるならなしだ。まあね、カイト的にもね、まあそうなっちゃうな。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュウジさんもカイト君もいい加減にしてください。お、葵君、すっげえ、あの二人を一気に黙らせた。なかなかに勇ましい声だったな。葵さんってあんなにでかい声が出るんだ。ここで言い争っていて何になるんですか。こんなの時間の無駄です。カイト君、シュウジさんと喧嘩してもミュウちゃんは助からない、そうでしょ。それはシュウジさん、危険危険って言いますけど、危ないからってここにこもるつもりですか。いいこと言うね。そんなつもりは。ミュウちゃんを探し出すのはもちろんですけど、元の世界に帰るための方法を見つけるためにも行動するべきだと私は思いますけど。あれ、なんか急に葵の声がちっちゃくなった。短歌切ったのはいいけど、途中で恥ずかしくなったんじゃない。葵、恥ずかしがることなんてないわよ。さっきの葵とってもかっこよかった。いえ、あの、ごめんなさい、私なんかが偉そうに。いや、葵くんの言う通りだ、すまない。俺もカッとなって悪かった。よし、それじゃミーを助けに行くっつうのにまとまったってことで。いや、なんでミノルが仕切り出すのよ。なんかそういうノリが必要かなって思ってさ。うん、いや合ってると思うよ。で、どこに向かえばいいんだ。確か昨日遊園地に探しに行くって言ってたよな。ああ、昨日会ったテントモンってやつの話によれば、ミュウはアルケニモンから逃げた後遊園地の方へ行ったみてえだ。テントモンがキラキラしたとこって言ってたやつだよな。キラキラしたところ、なんだか素敵そう。向かったのは本当に遊園地で間違いないのか。ほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったからな。それが突然見下ろしたところにできてるなら行かないわけがないってことか。そうかな、そんなにアホの子か。ともかくとして、まあまあランドマーク的にね、行くってことあるんだろうけど、遊園地だーとはならんやろ。キラキラの大きな輪があってすごかったもんな。子供ってのはみんな漏れなく遊園地が好きって相場が決まってるしな。みゆきとハルだって好きだろ、遊園地。僕、わかんない。わかんない。嘘だろ。わかんないって、遊園地に行ったことないのかな。
遊園地にいる可能性が高いことは分かった。ならすぐにでも出発しよう。多分結構昔なんだよな、ハルとミユキの来た時代っていうのかな。じゃあみんな行ってらっしゃい。いやいやいや、君たちも一緒に来るんだよ。またどうして張り気なく行かないようにしようとしてるよな。子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残していくわけにはいかないからな。そうだろみんな。意義なしだな。そう分かった。そう、ところで遊園地への行き方って分かるかしら。昨日電波塔の上から確認したから問題ね。方角的にはいつもの森から遊園地に向かう道がどっかにあるはずだと思うぜ。よし、森の中を通ればいいんだな。僕が先頭を歩くからみんなしっかりついてきてくれ。めんどくさそうにすんない。なんでため息なんてついてるんだこの子。そういえば昨日もちょっと変だったよな。なあハル。なに？昨日のはその一体何だったの？そう、みゆきは相変わらずとしてもハルは時折おかしな様子を見せる。急に大人びたことを言ったり何かを見透かしたようだったり。ごめんなさい、僕にもよくわかんない。そうか、ごめんな。もうちょっと具体的に聞いてみてほしいところではあるけどね。本人にも自覚がないのかな。おーい、ラクマ、ハル、ミユキ、早くしないと置いてきちゃうぞ。あ、待って。二人とも急ごう。お姉ちゃん行こう。ずいぶん歩いてきたけど全然遊園地には着かないな。昨日上から見た時はもっと近くに見えたのにな。つーか、本当にこっちで合ってんのかね。僕が間違ってると言いたいのか。その突っかかり方。そんな風には言ってないですよ。でも万が一ってこともありますし。森の中は方角がつかみづらいのも事実だしな。僕他に道がないか見てこようか。そんなことをしてはぐれたりしたら二度手間になるじゃないか。そうだよね。ああダメ、私ちょっと疲れてきた。サキさん大丈夫？ちょっと休憩する。んな時間はねえ、とっとと先に進まねえと。このペースだとあっという間に暗くなっちまうかもしれないしな。ごめんなさい、僕とお姉ちゃんが歩くのが遅いから。ごめんなさい。二人のせいじゃないよ、みんなも少し疲れてきてると思うし。そうよ、カイトもドラクモンももう少し考えてよ。すまんなこと言ったってよ。まあね、たくま、本当にこのまま歩いてっていいのかな。そう言われると僕もちょっと不安になってきたかも。このまま進むべきなのか、別の道を探しに行ってみた方がいいのか、それともいっそ引き返すか。むずくねこれ。勘だよな。
別の道、そもそも道を通ってきたのかみたいな話になってくるような。まあ進むしかないんじゃない。修二さんとカイトの言う通り、このまま進もうよ。今から引き返すのも大変だし、休憩するにしてもここじゃ落ち着かないし。まあそれもそうなんだけどね。でももう少しだけペースを考えてもらえるとありがたいです。そうだな、考慮しよう。こうして無駄話をしている方がますます疲れることになる。何その、話を出したやつが悪いみたいなさ、修二さん。歩くペースは少し落としつつ、とにかくこのまま進むぞ。リーダー、リーダーね。へいへい、わかりましたよっと。修二さん、なんだか苛立ってるみたいだから、あんまり余計なこと言うなよ。まあ仮に修二さんがリーダーだとしてよ、その下、まあリーダーとね、その下として、下の者にそんなことを考えさせるようじゃダメよな。だな。頑張れ修二。どうなんだろうな、大学生ぐらいなのかな。ようやく森から抜けて開けた場所に出てきたけど、まだ遊園地なんて全然見えてこねえじゃんかよ。面白いものとかないかな。ねえちょっと、さすがにそろそろ限界来てるかも。サキさん顔色が悪い。サキ、私に捕まって。さすがに休憩した方がいいんじゃないかしら。うむ、この先もまだ長いかもしれないことを思うと、適度な休息は必要不可欠かもしれん。つっても先頭を切ってるあの二人がな。修二さんもカイトも歩くペースが落ちないもんな。カイトが急いでるのはわかるけど、修二、僕もう足が痛いよ。いいから黙って歩け。修二さん、そんな言い方しなくても。そうっすよ、みんなもう疲れがピークなんだし。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。年長者なんでしょ、自分が一番体力あるんだから。自分基準で考えちゃダメよ。休憩しようぜ。あ、周辺の探索をしたいです。あ、これがいいじゃん。僕少しこの辺を見て回ってもいいですか、ね、休憩がてら。僕も僕も。こんな時にか、必要ないと思うが。でも危険なものがないかとかちょっと調べておきたいし、その間はみんなが休めるかな、なんて。それって私たちのため。やるじゃん、タクマ。タクマはいつだってやるんだぞ。やばいぞ、この株の上げ方は修二さんの自尊心が傷つけられる。てぇ、なんでアグモンがえばってんだよ。はぁ、わかった。それじゃあ少し休憩にしよう。幸いこの辺りには例の霧は出てないようだしな。うん、あれの怖い感じはしないよ。カイトも文句はないな。ねえよ。あ、やっと休める。サキ大丈夫？みゆきちゃんとハルくんもこっちで一緒に休憩しましょう。うん。起こしちゃったかしら。いや、目を閉じたまま歩いてるな。マジか。よっぽど疲れさせちまったみてえだな。幼い二人にはさすがに過酷すぎる道のりだっただろうか。かもな。でも置いてくわけにはいかなかったし、
過酷といえばあっちもみたいだけど。ロップモンのこと？シュージ、ごめんね。僕、また足を引っ張って。いいから黙って休んでろ。次は遊園地まで休みなしだからな。はあ、これは遊園地に着くまでまだまだ大変そうだな。とにかく僕も少しゆっくりしとこう。